ます。さあ皆さん、今日ですねご覧になっていて、あの一体何が起こっているのかやっぱりよく分からなかったという方も多いと思うので、中澤さんとまず冒頭に説明していきたいと思います。まず始まって早々裁判官が言ったのがですね、ちょっと野口さん、あの外でたくさん待ってるので、どのぐらいで交代します？20分です。20分、分かりました。ということで3時前には終わります。はい、一番最初に裁判官が言いました。裁判官の構成が、裁判所の構成が変わりましたので弁論の更新をすると言いました。あれは3人のうち1人ですね。あの前回と裁判官が交代してます。よくあることです。裁判所では移動なんかでね、人が変わっちゃうことがよくあるんですが、そういう時は手続き上弁論の更新といって、前回まではいなかった裁判官と違う裁判官が来たんだけど、その裁判官がこれまでやり取りされた法廷での出来事を全て見聞きしてますよという一つのフィクションで前提で話は進んでいきます。そのことを弁論の更新というわけですね。で、あのそこについては、まあ、原告被告とも分かりました、その通り進めていただいて結構ですということをお話しした後、その後双方がこの期日間に提出した、前回の期日の後に提出した書面を確認をしていったということになります。それで今回ですね、原告の方は新しいものを正式に出したというところはないんですが、むしろ被告の方からですね、あの責任論や損害論に関しての書面がそれぞれ東電や国から出ています。でその中で東電の方からは個別の世帯に対する反論の書面が一部提出されているというところになっています。なのでこの原告さんたちみんなに損害なんてないんだっていう書面のほかに、特にこの世帯についてはこういうところにおいて原告が主張していることはおかしいんだっていう東電の主張が出てきたというところになるので、裁判所の方から原告中川弁護士の方に対して、次回こちら反論されますかというふうに聞かれて、できれば次回あの必要があれば反論したいと思いますというふうに答えたのは、そういう趣旨になってまいります。でそれからですね、認証申請という言葉がちらほら出てきて、認証申請とはなんじゃらほいっていうことなんですが、認証申請というのは人間の、証証拠と書いて認証を申請するというふうに言います。認証申請っていうのは要するに尋問のことですね。一審の段階で原告の皆さん裁判所に来ていただいて、あのそうこういうふうに書いてます。裁判、原告側の代理人、被告側の代理人、それから裁判所からいろいろ質問を受けた、あの手続きのことです。はい、それでですね、その認証申請については、通常の裁判ですと原則として、一審の地裁の時に行った時には、その後控訴審で行わないことがほとんどです。逆に控訴審でも認証申請を行うことが非常にまれなんですけれども、今回はやっぱり前回の一審での尋問からもう5年以上経つんですよね、実はね。そんな経つので、あのその間にいろんなあのさらに困難なことが起こったご家庭だとか住宅問題とか、さまざまな新しい困難が生まれているという中で、それであれば改めてあの代表全世代聞くというのはやっぱちょっと難しいんですけれども、チャンピオン立証的にあのこの方からお話を聞いてくださいということを申請しています。またですね、あの5年前の当時はまだちょっと小さすぎて法廷に立つのは難しいかなと思われた未成年だった若い世代の方々にも今回証人として立っていただくことを考えています。当事者として認証申請を行っていると。でそれについては今回こちらが初めて出したあのこういう認証したいんです、こういう尋問したいんですっていうのを出したので、次回以降被告国東電の意見も聞いた上で裁判所がその認証申請を認めるかどうかが決まるということになっています。大体そんなところですね。大きな大きな流れとしてはそんなところなんですが、そうするとあとは最後クライマックスは、いっぱい喋ってくれました中川弁護士の新弁裁の抗弁という意見陳述の中身について、少しあの皆さんこれねめっちゃ難しいです。どれぐらい難しいかというと、法学部で、民事訴訟法を取っていた私はいまいち多分これを聞いても分からなかっただろうというぐらい難しいので、 100% 理解しようとは思わずに、あの中川弁護士の話の3分の1ぐらい理解できれば今日はめっちゃよくできたというふうに考えてください。じゃあ中川弁護士お願いします。なんか緊張しますね。なんかそういうこと言われるとね、なんかレクチャーするというか授業じゃないんですが、あの弁護団の共同代表の中川です。
今日陳述しましたのはその、まあ、いわゆる僕ら新弁祭の公弁というふうに言っているものですに対する反論です。弁祭の公弁って何なのかっていうと、こちらがもういくらいくら払えって言ったらば、あもうすでにいくらいくら払ってるよと、要は、ね、100万円、まあ、貸してるお金100万円返して、払えっていうのに対して、いやいや何言ってんの、もう20万円返してるじゃんということであればっていうのの主張を、まあ、弁祭の公弁っていうんですね。まあ、公弁っていうのはあの反対側の主張、反対する主張っていうことになるわけです。で今まで東電は、まあ、弁済の公弁はせいぜいあの、うんまあ、支払ってきたというふうに言ってたのは、あの例の、区域外に関しては40万8万とかですね、そのレベルの話はまあ多少言ってきてたんですが、まあ、せいぜいそれぐらいの話。ところが今東電は何を言ってきてるのかというと、例えば、まあ、特に区域外とか区域内とかで典型的に多いんだけれども、財産的な損害をたくさん賠償してますよと、私たちはと。そうするとで、それは本来裁判所で計算したらば、いや、して計算したらばそれ以上のものを出してるはずだと。そしたらばそのオーバーした分については他の損害項目に当てていいでしょうと。何が文句あるんですかと。で一番まあよく問題になるのが住宅、あの特に区域内でいうと住宅確保損害ですね。あれかなりすごい賠償金が出ているんです、まあ、住宅再建のための賠償であるとは言っても大きな金額が出ているので、そうすると普通住宅の損害とかっていうのは、まあ、古い、差額説って僕らが言う考え方からすると、要は老朽化してたもの、老朽化したものを評価するってなっちゃうんで、時間が経てばですね経年劣化でまあ評価下がっちゃうじゃないですか。でそれをで計算したらば、もう差額金をたくさん賠償してるんだから、もうあんたらの請求してるものなんてはとっくに賠償してるんだ。でもおかしいんですよね。精神的苦痛とかこういうところで、払えって言ってるし、不動産住宅確保損害って言われてるやつだって、だからもう住宅確保するためにちゃんと元に戻せっていうことでやってたはずだし、まあ、他の損害項目もそうなんですよ。他の損害項目とか ADR で会計した金額とかも全部そう、トータルして金額を考え、さらに裁判所で具体的に判断してもらって、で払いすぎてたらばもうなんかずれてたらばそれ全部鳴らせっていうような主張なんですね。一見すると妥当なように見えますが全くデタラメなもので、というのはですね、これまで東京電力と被害者との間というのはある損害項目に関して一定の期間について合意しましょうということをやってるし、東電の支払い基準もそういうふうになってるんです。全部被目に応じてやってるんですけれども、被目取っ払って、充当しちゃいましょうっていう主張なわけですから、うん、それはちょっとやっぱりおかしい結果になっていくと。というのは中にはこちらもそういう損害項目で主張してないものもあったりとかするものもありますしですね、そういうことをまあ平然とやってくるようになってきましたと。で、あの東京電力はなんでこういう主張をするようになったのかというと、まあ、やはりこれまで東電は、まあ、自分たちの賠償基準、あとは中間指針で、まあ、現場指針での結果、ああいうものが絶対的なものであって、あれを超えるような判断で原則裁判所はすべきじゃないよというふうに言ってるんですが、こちらあんなんじゃ足りないよというふうに言ってるわけで、だけれども判決ではいや中間指針って絶対的なもんじゃないし、あれで 不十分なものは不十分なんだというような判断を下されているのがほとんどだったんですよ、これまで地裁高裁も含めて。でそういうのがもう、ああもう自分たちの主張が通らなくなったと思ったら、この 1,2 年前ぐらいから突然、いやいやいや払ってるものは被目関係なく充当するんだっていうような主張を、この後に及んで言ってきたということなんですね。で、まあそういうのを、東電はかなりいろいろと主張してきているというところで、それについてまあいろいろと反論してきました。向こうはなんかまあ最高裁の判例を3つぐらい挙げてきているんですが、理論的根拠として、ただなんかどれもですね適用場面が違う内容、あとはいや全然、向こうの根拠にならないような判決みたいなのを挙げてきているということで、それはちょっと筋違いじゃないですかということを、まあ、最初の頃の、今日ちょっと分かりにくかったんですが、最初それを述べたんですね。
あとそもそももう特定の品目について合意してるのに、そこをなんか突然そういうふうに蒸し返すような主張するっていうのは、まあ、民事訴訟法のまあ大原則である処分権主義っていうんですけれども、そういうものにも反するんじゃないんですかっていうこととか申し上げましたし、あとはすでに当該期間、まあ、一定の期間、特定の期間の特定の品目、特定の期間について合意し、でそこの ADR、 例えば ADR でも内容としてはそれを超える部分につ、超えるものについて争、また裁判やってもいいっていうような内容の趣旨の合意もしてるし、あの東電の直接賠償でも似たようなことが掲げられていると、その範囲で合意したっていうだけの部分だけ合意したということについて言ってるだけなのに、実はそれはそういうふうな形にしたっていうのは、実はあれ直接賠償のそういう合意をする際とか、ADR のところにおいてでも、実はそこを要はここでもう合意したらもうそれ以上そこの部分についてはそれ以上も請求はできないのかというところについて、いやそれ以上請求することは問題ないということを取り付けるために、実はそこは当時から僕らも慎重になって、東電ないし原賠審とか原子力紛争解決センターとやり取りをしてたんですよ。弁護士会含めてやってたところの話をこの後に及んで蒸し返すような主張をやってきてるっていうだけなんですね。だからむしろ向こうは、いやこういうふうな清算するのが当事者の合理的意思に合致するんだと言うけど、いや嘘だろうと、当事者の合理的意思っていうのは当事者、まあ、はむしろそこは超える部分については納得できなければ裁判で争いましょうというふうになったのが当時の当事者の合意の内容だったのに、それを何をあんたら蒸し返してんのということを言ってるわけです。であともう一つがですね、当然まあこれに類するような主張で、世帯内の相互、なんだ、世帯内の相互充当って言うんですけれども、あの直接請求の何らの賠償請求するときって、家族で一人一人請求の下位置してるんじゃなくて、もう誰か一人がまとめて家族の分請求するじゃない、するってことが多いですよね。でそうするとですね、何が起きるのかっていうと、いやその部分ってあの個人に払われたものをその人の賠償を超えてるじゃないですかと、本来払われるべき賠償で、それについては他の裁判を起こしない原告を含めて東電が賠償したものについて充当しちゃいますよと。でそれがまあ要は自分に払われたもののオーバーしたものについては他の同じ世帯の家族の部分の賠償金額で払ったものとして扱いましょうということを言い出したんです。でこれもおかしな話で、賠償請求はあくまで個人個人の話なわけです。でだし代理でやった場合は代理は本人に帰属するから、別にそれはもうちゃんとそういうのに整理されてるわけであって、でそれをですね、そういうふうな話にもなってない、例えば世帯の代表で請求した人の賠償額が、払われた賠償額が本来の賠償額よりでかかったと、本来のっていうのも変な話なんだけど、裁判所が仮に認定して計算された賠償額よりも多かったらば、オーバーした部分について同一世帯の家族の中の請求している賠償に当てちゃいましょう、当てちゃえばいいじゃないかっていうような、これってもう個人を完全に無視したような議論が行われているわけですね。でそういうことをまあ東電は主張してきたと。でこれについてもまあそんなの個人、まあ要は個人責任とか個人のね、そういうものので近代法のね、個人の責任っていうか個人に対しては個人の関係なんだということに関してを通り越しているということで、それもダメでしょうというようなことを、主張したわけです。で東電は、まあ、自ら都合のいいような裁判例をいくつか挙げてきたんです。実はこれまで裁判例とか、あの同種事案。ただところがですね、これって新弁裁の公弁って、まあ、東電が明確に争点として主張する前、主張してなかった、ないしは主張曖昧だった時の、もに裁判所が判断を下したものがほとんどであって、明確に争点となった事案とかではみんな東電の主張を排斥しているんです。でそれをまあ今回述べさせてもらいました。で実はこの違憲人事と述べる時に、あちょっとだいぶ時間迫ってますね、あまだ大丈夫ですね、実は直前に東電と揉めました。というのは我々が出した準備書面では今日述べたんですが、その判決の中でも生業訴訟の判決についてもそれ明確に言ってるんですね。
仙台高裁の判決で、それで最高裁で今回上告受理されなかった、東電の上告受理されなかったということを述べようとしたんです。あと、南相馬訴訟というですね、まあ、福島原発被害弁護団、浜通り弁護団がやってる裁判の、控訴審が仙台高裁なんですが、そこでも裁判長が、いや、東電のその主張については我々は、当裁判所に入れるつもりはありませんというふうに言ったんです。これいわゆる東電の新弁済る方便とか世帯間、世帯内の総合ですね、総合住宅についてはのうちはやりませんというふうに、ね、明確に言ったんです。でそのことを触れよう、こちら意見陣営の、触れようとした、それであらかじめ原稿を送っといたんですよ。ただ東電が、いやそれ準備書面に書いてないじゃん、準備書面に書いてないの法廷で言うことは良くないよっていうふうなことを実は今朝裁判所から連絡があって、東電からこんな意見書が出てきてますと、どうしましょうっていうふうに言われたんですね。で、いやこっち、いやそうは言っても成合訴訟の判決は確定したことは出てるし、判決自体も交換物に出てるじゃないですかと。でまあ訴訟式やってちゃんと弁護団から確認してるんですよと、当該弁護団からというやり取りをし、まあそれを含めた証拠とかを出したりとかした結果、意見陳述は OK という、そこの内容も意見陳述することは問題ないですよというふうになりました。東電でこれの東電の姿勢は何なのか、弁済の公明の問題に対して必死なんです。ここは何としてでも自分たちが押し通したいと思っているから、自分たちに不利な判断はできるだけ世間に広げたくないっていうのが彼らの本音だから、直前の当日直前に、1週間前に出してるのに直前になってそういうことを言い出してるというところです。まあそういうところを見ても東電のまあ問題性というのは多分にありますし、この後に及んで、いや俺たちも十分に払ってんだからっていうような開き直りの主張自体が、この原発事故をきちんと見据えてないっていうことの表れなんだろうなというふうに思っております。原発事故が11年経ちましたが、未だに解決していない問題が多々あり、かつ東電の姿勢っていうのがもうこのどんどん風化していくっていうふうに叫ばれている中で、実は開き直る悪質な姿勢を未だに持っているということが、実はこの間のやり取りで私たちは十分認識しております。私たち弁護団も気を引き締めてやっていかなきゃいけないと思ってますし、支援の皆様方も今後もご支援とお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしたらですね、ちょっとすごく時間が迫っているので、お発言いただける方が限られているんですが、他の地裁や高裁で裁判をやってらっしゃる方に限定して、ちょっと次回の期日のご案内を一つの訴訟あたり2分ぐらいでお願いしたいんですが、まずは神奈川の皆さんいかがですかね。神奈川も次回期日ありますよね。ご案内します。はい、はい、はい、神奈川訴訟です。現在高裁でやっておりまして、今月前でやってもらえませんか。いや、ごめんなさい、ちょっと時間ないので、もうその時間もない。今月25日に、10回目の口頭弁論です。でここで初めて証人じゃなくて本人尋問に入ります。でその後6月3日に次の11回目で、そこまで原告本人尋問をやると。それでほぼ立証はそれで、あとは現地検証を現地進行という業務をしたって言ってるんで、それに対する裁判所の判断を受けて、まあ、早ければ、夏秋の初めぐらいには決心に持っていって年度内の判決を目指すというのが弁護団の方針です。以上です。はい、どうもありがとうございました。他の地裁とか高裁から今日お越しいただいている方はいらっしゃいますか。すみませんね、私が皆さんの顔覚えてないからちょっとパッとわかんないんだけど。存在じゃないから。存在じゃないからいい。でもせっかく、じゃあそしたら今日はせっかくだから申したかったということで。はい、地裁前の時に何人かの方に、お渡ししましたけど、東電株主代表訴訟が決心いたしまして、7月13日に判決となります。で、刑事裁判とこの株主代表訴訟が経営陣の個人責任を問うという裁判で、
きっとあの他の裁判へのこれでしっかり有罪になれば他の裁判への影響すごく大きいと思います。でかなりあの株大の今の裁判体って積極的な人たちで現地検証サイト内にも入りました。なのでちょっと期待してるんですけど判決もぜひよかったらあの皆様2時からだっけな7月13日の3時から判決公判ですのでぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そしたらですね、皆さんすっごく駆け足で申し訳なかったんですが、今日の報告集会の前半戦これにておしまいです。はい、どうも ありがとうございました。次回以降の日こちら書いてますので、これは写真でも撮っていっていただけたらというふうに思います。はい、そしたら皆さん入れ替わりで全員一回退出してください。皆さんが出てった後そこをですね消毒します。拭いてきますので一回出てってください。なんか山川さんが今ちょっとトイレにちょっと。思っちゃったそうです。トイレ、ちょっと多分お腹の調子が悪いんです。あ、じゃあ誘導とかが大丈夫かなっていうだけだ。さっき外で誘導とかやらないと止めてたから。ありますね。お話しされることは基本同じなんです。今日は同じです。わかりました。じゃあ出た方がいいかな。ただ私はもう何もアドリブで喋ってるので何も言ってもわかんないと思います。撮影はしてる。してなかったな。あ、したんですか。これ撮影していいですか。撮影し、許可を得て、鴨下さんに動画撮影できますので。そうですか。これ2枚ないでしょ。ありました。友達に1枚。ありがとう。はい、シャーってやってて。